がとうございます。初めに長野大学副学長副大臣から大会のご挨拶を申し上げます。学生は自ら今後の専門的な研究課題に取り組む、また地域にとって面白いアイデアをとかあれば、今後継続して育てていただくことで、いずれは地域活性化に貢献できれば幸いでございます。まあ、本日は地域の皆さん方々に忌憚なく意見ご意見や指導などいただければ幸いです。学生諸君は持てる力をしっかりと発揮して元気いっぱい報告をしていただき、ぜひともこの貴重な学びの機会を生かしていただくというようなことにしてください。簡単でございますけれども、これでご挨拶させていただきたいと思います。この事業の担当をさせていただきましたので、趣旨をご説明させていただきたいと思います。この上田の地は、信州の学会、また信濃自由大学の発祥の地、であります。ですので、この地の人々が自ら学び続け、地域を築いてきた歴史と工夫がございます。この伝統に基づき、信州上田学というものは、授業ですけれども、単に地域のあれこれを教え込むような、今までの古い形ではなく、大学という教育研究機関が中核となって、地域の魅力を地域の方々と学生が一緒に掘り起こし、そして豊富な資源を活用し、地域の発展を牽引する研究と人づくりを行うための地域共同型の事業として作られているものです。今日はそのまず1年生の最初の発表ですので、素朴なアイデアだったり、荒削りだったりですね、まだまだこれからなんですけれども、ぜひこの地域の方々との共同事業の一つのプロセスとして、今日もその一端として考えていただいて、ぜひ期待のないご意見などをいただければいいかなと思っております。ぜひよろしくお願いいたします。最初のテーマは千曲川の水産及び観光資源クラスです。私が担当したクラスでは、千曲川というですね、上田市にとって、とても大切な、資源で、これをですね、活用しながら、地域を活性させるためのですね、課題解決プランを考え、提案をする、でこれを狙いとしています。皆さんこんにちは。それでは早速私たち班のプレゼンテーションを始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。では皆さん、いきなりですが、川と聞くとどんなイメージを持ちますか？私たちの班では信州上田学などの授業を通して、なんか川の印象がちょっとマイナスなのではないかという仮説を立てました。では実際皆さんが川に対してどのようなことを思っているのか、意識調査という形で Google フォーム、Instagram、この2つを使って、このような形でですね、調査内容、この3つを調査しました。調査の結果ですが、1、あなたは川が危険だと思いますか、というに対して約 75% がとても危険、または危険だと思っている。ですが、川で遊んだことがありますかという質問に対しては、約104人があると答えていて、遊んでみたいですかという質問に対しては、約 70% が遊んでみたいと実は思っていた。で、この結果から見えることは、環境さえあれば川に関わりたい人は実は多いのではないか。なので私たちの班は、子どもや家族が安全に川を活用できる、ふらっと立ち寄りたくなる川を作る、川を体験しようというものをコンセプトに、これからプレゼンを紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。では、私たちが考えたこの企画の名前は川丸でございます。
で、キャッチコピーとして過去もワクワクマルシェという名前がつきました、コンセプトは和です。これは川丸を通じて、川丸の丸と過去もから取った和です。で、地域の方が交流する機会になればいいなという願いが込められています。イベント内容は2つあります。カヌー乗り場の付近でマルシェを行うことと、ぜひ小西さん の西澤さんと連携を取って、ウグイを堪能できればいいなと考えています。理想像としてはこれは、新潟の安らぎ亭というところなんですけど、こんな感じで川の近くでマルシェというか食べるブースがあったりとか、あとはカヌーができたりとか、あと夜になるとテントを張ってみんなで団らんする場所を設けたりするなどして、千曲川を活性化したいなと考えています。皆さん、ゆるキャラはお好きですか？日本全国津々浦々さまざまなご当地キャラクターが各地のプロモーションで活躍しています。そこで川丸の中の一つの企画として千曲川のキャラクターのデザインを考えてもらおうと思いました。仕組みはこの通りです。川丸を通して知り得た千曲川の魅力であったり上田地域の魅力をそれぞれが感じたままにキャラクターにしてデザインしてもらおうと考えました。最後に川丸のメリットおさらいですが、これはやっぱり上田や千曲川の魅力を最大限に発揮できるイベントとなっているので、ぜひ実現させましょう。以上でお話を発表をあります。ありがとうございました。続きまして8、9班の合同班の発表をさせていただきたいと思います。私たちは川と人をつなぐためにというテーマで、プレゼンをしていきたいと思います。よろしくお願いします。私たちの班では川は危険なところだというイメージが強い、日常的に川に触れる機会が少ないことから人と川のつながりが薄くなりつつあるということが千曲川の課題だと考えました。この3つの課題を解決するためにはたくさんの人に川に来てもらうこと、そしてそもそもの川に触れる機会を作ることが何よりも大切だと感じました。そこで食、触れる、遊ぶという3つの体験から川の魅力を感じてもらい、まずは川に対する興味、そして関心を高めてもらうことが必要だと私たちは考えました。まずイベントなどの行事を行うことで、とにかく多くの人にまずは川に来てもらうということをします。そしてのイベントなどを通して川の恵みに触れることで、川にここってどんなとこなんだろうとかいろんな興味を持ってもらえます。このようなサイクルを作ることが持続的な川の利用の推進につながるのではないかと思います。まずそのイベント名は川友です。この意味は川と友達、川で友達を作ろうということを、意味しています。イベントの内容として1から4番の項目を用意しました。我々イベントを実施する側にとって一番重要なのは安全管理をすることだと思います。ライフジャケットの配布や川の、子どもたちの管理が監視ができるようなそれなりのスタッフをしっかりと集めることを大前提にこのイベントをやっていきたいと思っています。そして一番大事なのは触れる食べるの実体験を軸にこのイベントを進めていきたいと思ってます。はい、続いて情報発信について説明していきたいと思います。今回はありがとうございます。今回は SNS で主に、発信していただきたいなと思ってます。今回魚ということでハッシュタグと魚をかけてフィッシュタグっていうタグを新しく使わせていただきました。でこのイベントの風景を写真撮ってもらって Twitter、Instagram、Facebook で拡散していただけたらなと思ってます。最後にまとめとして、私たちの班では川に関する問題はいろいろありますが、まず最初に人と川との関係を距離を縮めることがその問題を解決する第一歩になるのではないかと考えました。
そしてこの川友のようにイベントを行うことで人々に千曲川に興味関心を持ってもらうことで、その千曲川上田の観光資源として盛り上げていこうという案を提案させていただきます。ご清聴ありがとうございました。若者の意見っていうのは素晴らしく、あの発想も良くて、やっぱそんなんですか、ね、確かにあの台風で本当に一気にこうなんとかなイメージが悪くなっちゃってあれしたんですけど、普段は本当に素晴らしい川なんでね、あのやっぱそうですよね、イベントをみんなに協力してもらってやれば結構きっといろいろなことできると思うんで、ぜひあの本当に実現してもらいたいと思うし、その安全管理だけをしっかりすれば本当にいいことだと思うんで、ぜひあの僕もできるだけのことをしますんで、はい、よろしくお願いします。あの素晴らしかったです。はい、でね、素晴らしいなって思いました。で皆さん方のこの私ね、特に感銘したのは夜のあれキャンプの風景のある写真っていいですね。なんかね、そんな形でこう川にできるだけこう親しんでもらうような、ものすごく素晴らしいアイデアが出たなと、本当にありがとうございました。大学生果たしてどんな意見があるだろうなと思いましたら、素晴らしい意見でいろいろ突っ込んだところまで、あの地元の千曲川のために皆さんが考えていただいて本当にありがとうございます。あの一つだけ提言させていただきますが、どこの川でもやるようなものではなくて、これからぜひ大学と私たちいろいろなあの人たちと一緒になって、この上田地域ならではのものをぜひ作っていただきたいと思います。以上でございますが、学生たち自らが、課題をですね、自分たちで設定をして解決策を考えるという、ことで、大変自主性を重んじてやってまいりました。全体で8グループで、ですね、討論をしながらあの内容を考えてきたわけなんですけれども、その中でどのグループに発表してもらうかというのを、クラスの中で発表会と投票をして学生たちに決めていただきました。なんか教員から見るのと違う評価だなと思ったんですけど、それはそれであの学生たちが選んだ順番ですので、見ていただいてまた公表いただければと思っております。はい、それでは最初地酒のチームからお願いします。私たち若者の地酒の現状として、まず地酒ってどんな味なんだろう、何なんだろう、味わかんないなっていうのが現状ですね。で、私の友達のななこちゃんにちょっと話を聞いてみたいんですけど、どうだと思う？なんか私たちにとって地酒ってなんか道すぎるよね。なるほど、そうだねそうだね、うん、未知だね、未知、未知って言葉が私たちにはぴったりだと思います。そこで私たち若者だから考えれる企画をご用意いたしました。その名は地酒甲子園。ありがとうございます。その名もこのような、まあ、可愛らしい名前なんですけど、まあ、目的はちゃんとあって、若者の飲まず嫌いを撲滅することと、地酒の全国展開、また消費を増やして地酒のブランド力を高めることが目的になっています。主な 大会内容ですが、まさに夏の全国甲子園と同じようなものとなっております。でも未成年はお酒が飲めないから、じゃあ、まあ、小学生から19歳の方はこの大会に、参加できないことになってしまうので、そこでもう一つ私たちが企画をご用意したのが、このようなすごいビジュアルが綺麗ですよね、あのラベルの。だからそういうのを利用して私たちが考えたのは、ラベル甲子園。ビジュアルセンターを決めろ。未成年が地酒に関わる機会を設ける。またビジュアルからの消費促進。地酒へのマイナスな先入観を払拭することです。で、主な大会内容としては先ほどの地酒甲子園と全く一緒です。企画から予想されるメリットですが、
地酒の認知度をアップすることができる。そのためより多くの若者が地酒に興味を持つことができる。そして地酒に手を出しやすくなる。最後には地酒の消費が増えるという最高のサイクルを提供することができるので、ぜひこのイベントを実現して、全国の至る所で作られている地酒を若者に知ってほしいなと思います。ご清聴ありがとうございました。以上で終わりにします。まず私たちの班では、メルシャンの方のお話や工場見学を通し、現状や課題としてワインに触れるきっかけがない、身近に感じていない、出荷量、消費量が増えているにもかかわらず若者の知名度が低い、本格的なワインを学生は飲むことができないといった4つの課題点が挙げられました。そこで私たちが考えたのは、令和初、愛しい人に向けたワイン入りチョコ講座です。目的はワインを日常に取り入れる。そして対象は若者で、未成年でもワインを楽しめるようなチョコにしたいと思っています。協力者は、長野大学、そして、メルシャンの方々にもお願いしたいというふうに考えております。次に企画内容を説明させていただきます。企画内容として、日程はバレンタインデーの前の週の2月1日、2日、8日、9日の土日に開催したいと思っています。場所は長野大学の食堂で、やることはもちろんワイン入りチョコ作りでございます。こちらがそのチョコの中にワインを入れる感じでございます。最後に期待される効果についてです。若い世代がワインを身近に感じることができて、手が出しにくいという印象をなくしてワイン利用につながると思います。そして飲むだけではないワインの多様な用途に気づくことができます。ご清聴ありがとうございました。私たちのグループは、上田の発酵技術を生かした新商品、シュワシュワシュワリンについて発表します。この商品の目的は菌の活用です。新たな需要を生み出すことで発酵産業の活性化に結びつけることができます。この商品の対象はズバリ炭酸好きな全人類です。これは多くの人に発酵の力を知ってもらうためです。続いて協力者ということで、山部工事屋さん、ちくまフルーツさんに協力してもらいたいと思います。タイトルにもありました、シュワシュワシュワリンが今回、私たちが作った、商品というか新しいものになります。今回はドライイーストの代わりに上田市の麹を、使いたいと思っています。それにより、この上田らしい炭酸飲料というものが作ることができますし、炭酸飲料ということなので、世界中に、広げることが可能なのではないかと私たちは考えました。信州の美味しい果物を使ったスムージーなどにこのシュワシュワシュワに加えることによって、美味しくて上田らしい炭酸ジュースが作れます。たかしくん、ラグビー楽しいね。うん、でも喉が渇いたな。あ、そこにスムージーがあるよ、飲もう飲もう。でも炭酸が飲みたいよ、そんな時はこれ、シュワシュワシュワリン。これをスムージーに入れて1日置くとどうだい。ジュースがシュワシュワしてなんか美味しくなった。発酵パワーってすごいね。このようになります。これで私たちの発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。で、早速なんですが、主に学生の皆さんにお聞きしたいんですけど、こんな経験はありませんか？友達や先輩とご飯に行きたいけれど、いいお店がどこにあるのかわからなかったり、そもそもどんなお店がどういうふうにあるのかわからなかったり、でその悩みを
解決するために考えたアイデアをここから説明していきたいと思います。そこで私たちが考えたのが学生が作る上田マップというアプリです。私たちは学生の住みやすい街を考える上で2つの課題を発見しました。1つ目は学生が上田のお店についてよく知らないこと、2つ目はお店側が学生のニーズがわからないと思っていることです。この2つの課題を解決するために私たちはこのアプリを考えました。僕はこの大学の近くに住んでるんですけど、上田駅の方のお店って全然知らないんですよ。でただ上田駅の周辺に住んでる友達とかは結構知ってたりして、逆にそっちの方の人はこっちのお店を知らないとか、そういうのがあって、でそういった学生が、まず自分の家の近くのお店行きます。でそういったお店に行って、そのお店の情報をアプリ上に書き込みます。そしてそのリアルな情報がそこを知らない学生に伝わっていって、みんなで知らないところを補填し合って、どん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 と、そして地図の情報が増えていって、仮なんですけど、まあ、こんな感じでマップがあって、そこに皆さんもちろん皆さんポケモン GO やったことあると思うんですけど、皆さん大好きですよねポケモン GO。 市長さんありますか？このように市長さんも大好きなポケモン GO なんですけど、まあ、こんな感じでポケストップみたいな感じでタップしたら詳細情報が出てきて、もちろんレビューとかも見れるし、それでどん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 上田市が活性化していくんじゃないかっていう案です。で私たちは学生と店側をつなぐツールとして QR コードの設置を考えています。学生が直接設置をお願いすることでアプリの加盟店になってもらい、その QR コードで学生の人数の統計などを取ることで、加盟店の中で人気ランキングを作ることを考えています。このアプリがあれば学生がもっと、外に出ていきやすくなる、そのようなフィールドができやすくなるということにつながっています。このアプリは、学生がもっと地域に出て、地域の貢献につながります。これは学生の、上田市の挙げている学園都市の実現につながると考えています。以上です。まずラベルの話ですけど、これはやっぱり商品の顔なので、すごくね、私たちもいろんなデザイナーさんとかに、お願いをしてで作ってるんですよ。ですごくね、面白いアイデアだと思います。でまた最後に言っていただいたマップの話、これすごくねいいので、私たちも協力させていただければさせていただきますので、でそこで例えばチョコレートの企画とコラボしてみるとか、なんかいくつかのこの企画を組み合わせると、なんかもっともっといい話がもっと出てくるのかなというふうに感じました。未成年の方はお酒を飲んじゃいけないっていう、まあその法律の中で我々売る側というのは、未成年者の皆さんとの関わりを極力、関わらないようにしてきたわけではないんですが、体質的にそういう傾向がありました。今回皆様と一緒に勉強させていただいた中で、ラベルのデザインとかを含めてですね、ぜひ未成年者の方とそういった部分で関わって、素晴らしいデザインを上田から発信できる可能性を見出せたと思っています。ありがとうございます。それともう一つは、先ほどの日本酒、地酒、ワイン含めてそうなんですが、出来上がった作品を、どう展開するかというのは非常に大事なんですけど、そのバックヤードにですね、農家さんがいらっしゃって、その出来た農産物が農協さんですとか、流通を回って、醸造家の手でお酒に変わっていくというプロセスと背景、こういうものも、一緒に体現、もしくは勉強していっていただければなおさら嬉しいと思います。本日はありがとうございました。一体皆さんがどういうふうに物事をこう展開し考えを展開していってるのかなというのを楽しみに今日来ました。で実は今話聞いててかなりぶっ飛びました。はい、1番目のね、地酒甲子園ラベルデザイン、これもやっぱり若い人たちの考え、やっぱり飛び抜けてますね。これ感じました。それからワインの身近にワイン入りのチョコの開発、これやっぱり女の子をメインで、企画立てたんだろうなってい こう夢あふれるお話でした。それからシュワシュワシュワイン、発酵の過程にかなり、焦点を当てたお話で、これ面白く聞きましたし、
それから4番目、まあ、突き抜けすぎですね。すごかった。相当悩んで悩んでぶっ飛んだんだと思うんですよ。ある意味諦めて。で、全然違う方向に走り出しちゃった。でも、どんだけ考えたのかが分かるんで、非常に楽しく聞かせていただきました。どうも、すごく楽しい発表でですね、本当にこんな柔軟な発想が出てくるので、大変びっくりしました。それで、多分その発行の授業をやった結果のシワシワシワリなんですけど、すごく面白いんですけど、こうドライストの代わりに麹を入れてしまうと炭酸はできないですね。なので、まあ、麹ジュースみたいなものも面白いかなと思ったんですけど、ラグビー の彼が、ね、炭酸が飲みたいということだったので、じゃあ麹と酵母を両方入れたらいいかなと思うと、それ日本酒になってしまうんじゃないかという気がするんですね。でそういう時に今度はアルコール発酵濃度の低い酵母を使うとお酒にならないで炭酸で止まるかもしれないし、それからジュースにスムージーにこう入れようというものに、固形のようなね、そういうシュワシュワシュワリも開発しようっていうんだったら、今度逆にものすごい発酵のを持つ酵母を選択してくればいいので、すごい着想は、なんかちょっと楽しい発表の着想をもとに、いろんな可能性があると思いました。非常に刺激的なというか、いいアイデアがたくさん出ていて、すごく面白かったです。ありがとうございました。ありがとうございました。私の専門はデザインでして、上田にある農民美術やまた義用建築について学生たちは学んできました。各テーマに沿って、各チームのテーマに沿って、作られました。学生たちが決めたテーマはこれらです。この中でも特に、災害と交通については学生たちの関心が高く、複数のチームが取り組んでおりました。今回私たちは、上田市の交通、鉄道の範囲について調べました。まず日本の出来事として1906年鉄道国有法交付実施、続いて1916年、マルコ警備鉄道会社設立、1918年、上田温泉電気株式会社設立、1924年、上田温泉千曲川鉄橋完成、1925年、上田東駅完成電車運行、1926年上田温泉石丸湖線開通、続いて1938年上田温泉電気会社が上田電鉄株式会社と解消、続いて1943年上田電鉄が丸子電鉄を合併、そして1963年上田丸子電鉄下野号西丸子間廃止。昨年の台風19号により千曲川鉄橋が崩落し大きな被害が出ました。私たちはそのことがあり、上田市の鉄道はどのような歴史があるかについて調べました。千曲川鉄橋の復旧には莫大な資金、労力、時間が必要となります。私たちにできることは少ないかと思いますが、千曲川鉄橋の復旧を応援するという意味でも、上田市の鉄道について少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。ご清聴ありがとうございました。今回私たちが選んだテーマは災害ということです。昨年の、さっき言ってた19号の被害でもその鉄橋が落ちてしまったりとか、あと本校も体育館が避難所になるなどして、結構私たちに大きな影響を、与えたものになりました。このようなことから今、災害について関心がとても高まっているのではないかと考え、今回、災害というテーマにしました。1896年千曲川大洪水が起こり、小舟橋が流されるということがありました。1911年には浅間山が大爆発するという事件も起きました。1916年には柳町の青磁管製場が燃えて、1918年は掛湯温泉と上田男子小学校主要部が燃えました。1944年、小さ型産業学校が焼夷弾により大部分が焼失、
また1945年に上田飛行場が爆撃されるなど戦争の被害を多く受けています。また火災については1931年上田電話分室が失火し全焼しました。1948年小町の松雲寺ですかねが全焼しました。はい、で水害なんですが1937年が河川が洪水しました。でまた1941年千曲川が洪水し先ほどもありましたが小船橋が流出してしまいました。そして1949年またキティ台風という大きな台風ですかねがやってきて被害が甚大にあったそうです。で最後にまとめになるんですけれども、私たち上田の歴史を調べていく中で本当に日本や上田は本当に厄災災害が多いなというふうに感じました。先ほども申し上げたんですけれども戦争や災害といったものはその人々の生活や文化といったものを根こそぎ持っていってしまうものであります。昨年ありました台風19号の被害で上田市も別所線千曲川鉄橋が流されたことも実はこの年表にも近いことが現れてまして、これ私たち学生も別所線は交通の足でありますので、これからも関心を持って関わっていけたらいいなというふうに考えております。これで石川プラスの災害班の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。上田交通の鉄橋ですね、大正13年にできている鉄橋なんですけれども、この鉄橋、私の薄い知識の中では確か日本でもって2番目に古い鉄橋だったと思うんですよ。だから、ちょっと鉄橋のことをせっかくねやってきたから、その辺の日本全国でもってどうなんだっていうところも少し調べてもらえると、そうすると日本で2番目に古い鉄橋みんなでもって復活させなければっていうような、そんなような力に、ね、なっていくといいかなっていうふうに思うんですね。こんなことをお願いできればなと思ってるんですけれども、この調べたことを、実際の情報発信とか、授業だとかそういうものに落とし込んでもらうともっと面白くなると思います。それは技能建築もそうですし、それから農民美術もそうです。農民美術は、例えばその100年前からあるけれども、なんて言うんでしょう、伝統的なものっていうのは絶えず新しいデザインとか革新を持っていくと時代ともともにつながっていくということがありますので、こういう災害にしても、それから鉄道のお話にしてもそうですけれども、例えばその魅力をどうやってやって自分たちでこう授業にしていったら面白くなるかなというようなことがまたこれで考えられていくと、今までこの調べてきたことが生かされる、そういうふうに思いました。はい、ありがとうございます。前からクラスでは、上田探検隊というテーマで、取り組んできました。上田ってどんな町っていう視点なんですね。これはどういうことかと言いますと、町を可視化して、魅力と課題を探ると、こういうふうな学び方です。で、この、地域を知る学ぶということは、やはり知る、そして理解する、そして価値づけるというようなプロセスがあるんですけれども、やはりその導入になるところの上田を知るということなんですよね。私たちは中央線北エリアというところを街歩きしてきました。中央線北エリアというのは上田城跡公園があって、そこの東側のあるエリアで、上田市立青明小学校というところの付近になります。この西北エリアでは上田駅周辺のような観光地としての役とはちょっと異なって、古い街並みというのが見えて、とてもレトロな雰囲気があるような街でした。その街歩きする狙いとして、上田の街歩きを通して昔ながらの景観の良さを発見し、見聞を深めるということを考えました。そしてそれを踏まえて中央西北エリアは今後どのようにして していくべきなのかというものを検討していこうということで街歩きしていきました。はい、私が心を惹かれたのはこの昔の銭湯です。この銭湯は今は営業していないとは思われるんですけれども、この銭湯がまだ営業していた頃はどのような風景が上田に見えたのかというのをとても思わされました。私が注目したのは垣間見える城下の街並みということで、近代住宅の中でも結構目をいろんなところ向いてみると、こういう昔の建築様式が残ったりして、でそれ他の街が例えば自分の故郷とかになかったんで、とても面白いと感じましたし、
で、こういうのはかなり価値のあるものだと個人的に思うので、これからの開発でも積極的に残していくべきものだなと思いました。次の写真が、まあ、タイトルがそのままブレイブっていうタイトルを作らせていただいたんですが、私たちが歩いた西北エリアってほとんど、まあ、先ほどのような昔からあるような建物のほかはほとんど一般住宅なんですけど、一般住宅が並ぶ街並みの中にいきなりこの大きな赤い看板が出てきたんで思わず写真を撮りました。と次に皆さんもだいぶおなじみなのかと思いますが、草笛ですね。とても美味しいお蕎麦屋さんで、私は小諸出身なんですけど、小諸に本店がある、お蕎麦屋さんです。くるみ蕎麦っていうものがとても有名でおしゃれなお蕎麦屋さんになっていると思います。最後にこの建物ですね。この建物はゲーセンにアライズって言って、昔ながらのレトロなゲーム機、昔ながらのアーケードゲーム機が楽しめる、ゲームセンターとなっておりまして、一見すると何の建物かちょっとよくわからないんですけど、まあ、中入ってみるとやっぱりお客様意外といて、昔ながらの雰囲気が楽しめるようなゲームセンターで、地元の人に結構愛されているようなお店だと感じました。先ほどみんなが言ってくれたように、西北エリアはちょっと閑散としているような雰囲気だったんですけれども、先ほども述べたような上田市立清明小学校があったり、住宅も多い憩いの場としての機能を持っているなと感じました。そして昔ながらの蕎麦屋やゲームセンターなどといった地域に愛されるお店というものがたくさんあったなと感じました。これらを踏まえ、住宅地密集地であるために、ちょっと閑散としているところは再開発を進めるということは難しいのではないかなと考えられました。そのため今ある町並みというものの保全に力を入れて、この景観の独特さというものを地域の人たちに伝えられていけたらいいのではないかなと感じました。以上で発表を終わります。六班は運河町商店街周辺を中心的な観光地ではない地域の町並みの特徴を捉えるという狙いのもと街歩きをしてきました。まずはこの写真をご覧ください。これは商店街内にある素屋呉服店というお店です。なんと創業は明治10年で140年以上も続いているお店です。大変長い間愛され続けているお店が地域に存在することは大変素晴らしいことだと思います。次にご覧いただきたいのが、商店街に突如出現するこの真っ黒の和風建築です。これを発見したとき、何のための建物なのか、なぜ真っ黒なのかなど複数の謎が浮かんできました。しかし現在はアーケードに隠されて、屋根付近の少しの部分しか見ることができません。歴史を感じられる建物が隠されている事実はもったいないと感じました。私が一つ目に紹介するのはこの木造ベンチです。これは運河町商店街の中にいくつか置かれています。一見すると普通のベンチなのですが、実はこれは長野県産のカラマツで作られています。そのこだわりに私はとてもびっくりしました。2つ目に紹介するのがこのイルチェーロというイタリアン料理店です。これは上田駅がある通りの中にあります。写真を見ても分かるように、その見た目は普通の一軒家のように見えるのですが、実はお店を経営しているという、まさにその隠れ家レストランのようなこのおしゃれな建物がその古い町並みの中に存在しているところにびっくりし、今回注目しました。私が2つ目に紹介するのは花屋敷通りのおしゃれな看板です。花屋敷通りに入ってすぐ上田映劇の向井さんにあるお店にありました。立体で手作り感満載ですごく可愛かったので写真を撮りました。他にもあるのかなと思って歩いてみるのも楽しそうだなと思います。次に上田市のマンホールです。これは運河町商店街で発見したのですが、真田六郎線を用いた花のデザインと市の花ツツジのデザインがあしらってあって、すごく綺麗だなと思いました。まとめです。路地裏に入ると、思っていたよりもたくさんのお店があり、商店街や観光地以外にも目を向けるべきだなと思いました。また
写真を撮ろうと思って、目的を持って歩くと普段目が行かないようなところにも気づくことができ、街の魅力により一層気づくことができます。また、昔ながらの街並みが、上田の特徴で、その特徴を生かした街づくりをして、住民や観光客に上田の魅力にもっと気づいてもらうべきだなと思いました。次に私たちは中央東北エリアを散策してきました。私たちの狙いは上田市を知っている上田市出身の人と知らない人がいる班なので、視点の違いに注目すること、また観光地ではないところの上田の良さを見つけること、この2つを狙いとして探検してきました。はじめに町の歴史についてです。町を散策しているとこの写真のように縦看板がたくさん目に留まりました。これには町の名前とその町の歴史の説明が書かれてあって、例えば河原八木町というところでは上田城の瓦をこの町で焼いていたところことから、瓦を焼く町と書いて河原八木町と呼ばれていたことからこの名前が付けられたというなど町の歴史が書かれていて、このように町の歴史を知りながら町を散策するのもとても面白いのではないかなと感じました。では次に私たちが町を散策していて気になったこと、興味を持ったことについて紹介していきます。私が気になったのはこちらの熊のオブジェです。変わったオブジェだなって思いました。すごい真田氏の格好してるんですけど、すごい周りに馴染んでてすごい可愛いなと思ったのですごい興味を持ちました。この絵は運の町商店街から一本入ったところの建物の壁にあったんですけど、私は上田市の出身じゃないんですけど、勝手にこう上田市は観光地なので景観に厳しそうな印象を持ってたんですけど、こんな絵が普通に壁にどんと描いてあったので、思っていたより自由な雰囲気の街なのかなと思いました。これはさらに上野町からもっと奥に入ったところなんですけど、こう狭い路地の両側に所狭しと建物が入っていて、こう昼間に行ったのでちょっと人はいなかったんですけど、夜になると明かりがついて賑やかになっているんだろうなというのが想像できました。次に妙光寺弁財天なんですけど、この左の写真、亀さんが何重にも連なってますが、で多分石像なんですかね。この亀さんなんか可愛らしくて、なんでこんなところにこんな可愛らしいものがと思って撮りました。亀が寺の後ろに大きなマンションとかも建っていて、寺とマンションのミスマッチ感がすごいなと思いました。はい、続いて皆さんこれなんだか分かりますか？縦にどんどんと連なっているんですけれど、商店街を少し入ったところで見つけたんですが、私はなんかまるでダイオウグソクムシのようだなと思って撮りました。後で調べてみると、これこちらのお店は黒い蝶というそうで、山菜と川魚のお料理が食べられるそうです。でこの甲羅たちは一体何なのか、もし知っている方がいたら私に教えてください。まとめとして、この地域は歓楽街と神社やお寺などの昔の名残が共存している地域でした。で探検していると入り組んだ道や雑多な看板、お店などがあり、全体的にごちゃごちゃした印象を持ちました。でこの地域の持つ独特なそういった雰囲気を生かした街づくりが良いのではないかと考えました。私の班は上田の町の三種エリアって書いてあるんですけど、三都エリアというところを探索してきました。かつて三都と呼ばれ、三種業で栄えた上田の三都エリアを散策しました。その中でも上田三種株式会社、上田三市専門学校というところを探索してきました。探索の狙いとしては、上田が三都と呼ばれるようになった理由を探る、私たちの班には、上田出身の子がいなかったので、まだ知らないところもたくさんあったので、未踏の地に歩み入り、まだ知らない上田を探索するというこの2つを狙いにして探索してきました。まず上田三種株式会社になります。ここでは三種の製造と卸売を手掛ける会社で、蚕の孵化や飼育の指導なども行っています。この建物は文化庁が定めた登録有形文化財、
と、経済産業省が定めた近代化産業遺産になっています。入り口の上のところに注目してみてみると、こういった装飾品が見受けられました。中央に蚕が蛾になった装飾品と、その上に繭がアーチ状になったものが施されています。三種製造が全国のトップクラスにあった上田地域の三種家たちが出資し合ってできた建物で、三棟ということを象徴する一つになっています。続いて上田三種専門学校に移ります。これは、今の信州大学さんの繊維学部の校内にあり、現在講堂とされて、使われています。この建物もその近代化産業遺産というものに認定されており、こちらも上田地域の象徴となっているのが分かります。現在でもこの建物は信州大学繊維学部の卒業式、修了式などにも利用され、また NHK の坂の上の雲というスペシャルドラマで陸軍大学校の講義室としても使われました。まとめに入ります。今まで踏み込んだことのない場所に行って、三都である上田の理由が分かり、今もそれを上田の人たちが大切にしているということが分かった探索でした。私たち前期前川クラスは上田の探検隊として、上田の町を探検して、授業講義、講義の受講者には上田出身の人も少なく、県外から来た人がたくさんいたので、新たな上田のいいところとか面白いところとか知らなかったところとかたくさん発見できたいい機会だったなって思います。まさにこの信州上田区は、スタートする人で、第一歩というふうに思ってますが、この町にある歴史文化、そしてまた先人のことを知ることによって、シビックプライドの醸成につながるということでありまして、いろんな世代に分かりましてですね、この上田のことを知っていただき、そしてまた上田を離れてでもですね、上田の敷地に対する、上田の町に対するそのシビックプライドを持っていただく、そしてまた今日発表された皆さんも、それぞれのふるさとがありますが、この上田の地でですね、長野大学で学んだこと、そしてまたこの上田学を学んだことが、またシビックプライドとしてですね、またもしかしたらふるさとに帰られるかもしれませんけども、上田のことを決して忘れないでいただいてですね、またこう遊びに来ていただくような、そういうようなつながりが大事かなと思ってますし、またできれば上田にですね、住んでいただければ大変ありがたく思っております。いずれにいたしましても、信州上田区のグループ発表会が素晴らしくできましたと心から感謝申し上げます。大いにですね、この信州上田区盛り上げてまいりましょう。どうもありがとうございました。こういう上田地域をフィールドにしたこう学びとその実践とがこう有機的に連携するようなですね、そういうようなプログラムというか仕組みを今後とも本学として作っていきたいと思いますので、今日はお集まりいただいております地域の皆様方におかれましては、ぜひ学生と一緒にですね、今後ともそういった展開をご指導していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でまとめの挨拶をさせていただきます。以上をもちまして、長野大学公開講座、近畿上田のグループ発表会を開催させていただきます。皆様本日は本当にありがとうございました。